私の名前はパニコ。26歳の独身で一人暮らしをしています。そろそろいいご縁がどっかに転がってないもんかなーなんて思っているところ。でも仕事が忙しいのでなかなか良縁探しをすることができないのも現状です。今日は久しぶりにゆっくりできそうだから大好きな料理で気分転換することにしました。私はいつも時間があるときにたくさん料理を作って冷凍したり作り置きしておくの。どんなに忙しくてもちゃんとしたご飯を食べたいですからね。合計20品目を作り終えてラストはカレー。他の料理を作ってる間に煮込んでいたスパイスたっぷり本格カレーなの。鼻歌なんて歌っちゃいながらルンルン気分でお鍋をかき混ぜているとピンポーンとインターホンが鳴りました。鼻歌がうるさかったのかななんて不安になりながらドアスコープから来客者を確認すると、それは最近隣に引っ越してきたシングルマザーの南さんの息子リクくんでした。南さんとは何度か言葉を交わしたことがあったけど仲がいいってわけではありません。南さんに何かあったのかなと私はドアを開けました。こんばんは、どうかしたの？リクくんは私ではなく明らかに家の奥の様子を見るように覗き込み、匂いを嗅ぐかのように鼻をクンクン。私が住んでいるのは小さなアパートなので玄関入ってすぐキッチン。リクくんは大きな鍋を指さしました。カレー、カレー。そうだよ、今日はカレーだけど。リクくん何しに来たの？するとまたリクくんはクンクンと匂いを嗅ぎました。俺カレー好き、たくさんあるんだね。ん？これは催促かな？これはね、明日職場の人に差し入れするんだよ。俺も今日カレー。え、へえ、なんなんだ、うちもカレーだよって言いに来てくれたのかな。俺もカレー食べる。え、うん、よかったね、カレー美味しいもんね。うん。満面の笑みを見せたリク君はスキップしながら帰っていきました。やっぱりカレーの匂いは人を引きつけてしまうのね。だけど数分後、事件が起こってしまったのです。家に帰ってカレーを食べているはずのリックくんがまたしてもやってきたのです。しかも今度は母親の南さんも一緒に。あんた、いい匂いするわね。カレー作りすぎたんでしょ？うちにもちょうだい。は？はーい、カレーだカレーだー。南さんは鍋を持参しており、なんとその鍋にカレーを入れろと言ってきたのです。お分けする分のカレーはないんですよ。私は鍋を返しながらやんわりと断りましたが、それで諦めてくれるような人ではないみたい。何言ってるのよ、みんなに分けるためにたくさん作ったんでしょ。ケチケチしないで、うちにもちょうだいよ。これは私の分と職場の人用に作ったものですから、お裾分けはできません。こんなズーズーしい人にお裾分けなんかしたら面倒なことになりそう。私はそう思い断固拒否しました。職場の人なんかよりもお隣の方が大事でしょ。職場にはカレー作りに失敗したって言ったら済むことじゃないの。くれくれ女よりも一緒に働く職場の人の方が100倍大事に決まってんじゃないの。もう職場の人に明日のランチはカレーだって LINE したので無理です。まあそんなことしてないけどね。じゃあ我が家の夕飯はどうなるのよ。あなたがお裾分けするって言うから何にも作ってないんだからね。知らんがな。近くにカレー専門店があるから食べに行かれたらいかがですか。お互いよく知らない者同士なので食べ物のやり取りはやめましょう。昔とは違うんですから。なんですって、私が古い人間だっての。一度お裾分けするって言ったんだからおとなしく分けなさいよ。ね、ちょ、何してるんですか。なんと南さんは靴も脱がずにずかずかと上がり込んでお鍋に直行したのです。やめてください。私はカレーが奪われると思い慌てて鍋の前に立ちはだかりました。溶きなさいよ。嫌です。なんでこの人はカレーごときで意固地になってんの。絶対何か企んでるでしょう。絶対にこのカレーを渡してはいけないと私の直感が言っている。私はシングルマザーなのよ。シングルマザーを守るのか、あんたみたいな独身女の務めでしょうか。はい、そんな務め聞いたことないし。子供産まないならせめてカレーくらい分けなさいよ。
これは分けることはできません。もう帰ってください。あなたが息子に分けてあげるって言ったじゃないの。約束は守ってもらいますからね。だからそんな約束してません。私の家から出て行ってください。これ以上居座るなら警察を呼びますよ。はあ、これくらいのことで警察が来るわけないじゃないの。土足で私の許可なく住居に入ったのは不法侵入が適用されます。さらにカレーを奪おうとした窃盗なんかも加わるはずですよ。は？奪ってないじゃないの。おすそ分けしてもらうためにわざわざ来てあげたんでしょ。あんたには義理人情ってものがないわけ。あなたには謙虚さがないようね。なんですって。もういい。いくら食べきれなくて困ってるって言ってももらってあげないからね。そんなこと言うわけないでしょ。言い返す前に南さんは手にしていた鍋を投げつけて肩を震わせながら帰っていったのです。せっかくの幸せ気分が台無し。カレーも温め直さなきゃ。とほほすぎるよ。スパイシーなカレーに罪はないのに、しばらくはカレーのことを思い出すのも嫌になりそう。でもね、次の日職場の先輩が差し入れしたカレーを食べながら、そういえば変なお客さんから問い合わせがあったよと言われたのです。その変な客、どうも南さんらしいんですよね。やっぱりあの人何か企んでるみたい。ランチタイムはその話で持ち切りになり、南さんが何かしでかすんじゃないかって心配してくれた先輩がうちに来てくれることになりました。仕事の話もしたかったのでちょうどよかったんですが、作り置きしていた煮卵やきんぴらごぼうなどをつまみに先輩と晩酌をしていると、ピンポーンとインターホンが。南さんだととっさに気がついた私は先輩に隠れてもらって対応することにしました。もうカレーは売り切れです。ドア越しにそう言うと、南さんのクスクスっと笑う声が響き渡りました。そんな強がり言ってられるのも今のうちだけよ。今日はあなたに会わせたい人がいるのよ。南さんにも会いたくないのに、なんで南さんの会わせたい人と顔を合わせなきゃいけないのよと思いながら、ドアスコープで確認するとスーツ姿の男の人が立っていました。どなたですか？私、南さんの弁護士を務めさせてもらってる古賀と申します。お話ちょっとよろしいでしょうか？弁護士？そうきましたか。南さんが何か行動に出ると思ってたけど、まさか弁護士と名乗る男と一緒に来るとはね。私は仕方なくドアを開けました。でも家の中には入れませんよ。私の先輩が潜んでることがバレちゃ面白くないからね。弁護士さんが私に何の用ですか？唐突ですが、あなたのことを訴えます。訴える？びっくりしちゃってる。そりゃびっくりするでしょうよ。何の前置きもなく訴えるなんて。あなた昨日南さんの息子さんにカレーを分けると言って嘘をつきましたね。分けるなんて言ってません。こっちは証言取れてるんです。それは虚偽罪に当たりますし、お隣の鍋も盗んでますよね。これはあの人が投げつけてきたものです。私の家宝でもある鍋を奪ったのよ。はい、このボロボロの鍋、どう見ても100円ショップで買ったものじゃないのよ。カレーを分けてもらえない腹いせに鍋を投げつけたのは南さんでしょ。はい、その発言は名誉毀損。はあ？それは威嚇ですか？業務妨害ですね。こいつ言ってることめちゃくちゃじゃないの。虚偽罪に名誉毀損、それに業務妨害に窃盗。あなたのことを訴えたら和解金だけでもきっと600万円は下らないでしょうね。600万？ですが南さんは200万円の示談金で許してあげるとおっしゃってます。弁護士の私から言わせてもらうと、ここまで被害者が恩情をかけてあげることはありえません。裁判に持ち込んだ場合には必ずあなたが負けて、600万円プラスの弁護士費用も支払わなくてはならなくなりますし、職場にも訴えられたことがバレてしまいます。内々に話を終わらせたいのであれば、ここで200万円出した方があなたのためですよ。くねねね、好き勝手言いやがって。私の行為が名誉毀損、業務妨害、罪名並べたらビビると思いやがって。カレーを分けるなんて嘘ついてケチケチした罰よ。おとなしく200万円払ったら今回の件は水に流してあげる。200
200万円なんて払えるか。やっぱりこいつよからぬこと企んでいたのね。罪名並べてお金を出させようとしてもそうはいかないっての。それに罪名並べなら私だって得意だもん。いしじ弁護士さん、確認ですが、勝手に土足で家に押し入られて鍋を投げつけられた私が勝訴するのではなく、このおばさんが勝つと本当にお思いですか？おばさん、私のことこの人おばさんって言ったわよ弁護士さん。これも名誉毀損になるわよね。なるわけないでしょ。はい、追加で50万。なんでだよ。あまりにもめちゃくちゃな二人に思わずツッコミ入れたくなっちゃった。この弁護士相当怪しいぞ。おばさんにおばさんって言っただけで本当に名誉毀損になるの？仮になるとしても名誉毀損ではなく侮辱罪の方が妥当なのでは？いいえ、これは劣気とした名誉毀損に当たります。あった、言い切っちゃった。へえ、ところで弁護士さん、あなた本当に弁護士なの？名刺ももらってないし弁護士バッジもつけてないじゃないの。もしかして本当は弁護士じゃなかったりして。私はズバッと思っていることを聞いちゃいました。だってこの男言ってることめちゃくちゃなんだもん。すると弁護士と南さんは顔を見合わせてニヤッとしたかと思うと、男はスーツのポケットからバッジを取り出したのです。すみません、つけ忘れてました。え、まさか本物の弁護士だったの？弁護士資格のある人しか手にすることができない弁護士バッジを持ってるなんて。ってことは弁護士としてめちゃくちゃなこと言ってるってこと？呆れた。申し遅れました。私、丸山弁護士事務所の者です。その男は名刺を渡してきたのです。え？私は名刺を受け取って思わずニヤッとしてしまいました。そして男にこう言ったのです。あら、偶然ね。私も丸山弁護士事務所に勤めてるのよ。待ってね。すると男と南さんからニタニタした笑みがすっと消えていったのです。丸山弁護士事務所の久保さんか。あれ、久保さんって私の直属の上司だけどこんな顔だったっけ。今日ランチ一緒にしたはずなのに久保さんお昼とは随分違う顔になっちゃったみたいだね。え、人違いだわ。慌ててる慌ててる。間違えたのよ、名刺を間違えたの。そうよね。こっちも大慌て。この人は丸山弁護士事務所じゃなくて。じゃなくて、清水弁護士事務所の人なのよ。そうです、すみません、名刺を私間違えてました。私間違い？はい、大久保さんにお世話になってるんで名刺を大切に持っていたんです。久保ね、王はいらないから。名前を間違えてるのにお世話になってるなんてありえないっての。本当にあなた弁護士なの？この辺りで清水弁護士事務所なんて聞かないんだけどな。この辺りじゃないの。私の故郷は茨城だから茨城の弁護士さんを呼び寄せたの。昔からとってもお世話になってる弁護士さんだから。茨城の塩田弁護士事務所ね。はい、塩田弁護士事務所で20年働いてます。あれ、清水じゃなかったっけ？え、あれ？私に釣られて分かんなくなってるじゃん。もう完璧に嘘確定ですね。二人ともどうにかごまかそうと顔を真っ赤にしちゃってます。私が見たいのはブルーフェイスなんだよな。二人の顔が青く染まる魔法の言葉をかけちゃおうかな。それにあなた、家に入る前に小賀って言ってたし、名刺を渡すとき丸山弁護士事務所のものですって言ったわよね。え、そうでしたっけ。言ってた言ってた、堂々と言ってましたよ。ほらほら、みるみる二人の顔が青ざめていきますよ。名刺を間違えるのは百歩譲ってありえるかもしれないけど、自分の事務所や名前も間違えるなんてありえるわけ？それは、やっぱりこの青い景色は最高ですな。間違えてたなら本当の名刺を渡してくれますか？だからそれは、
名刺を切らしてるなら、あなたの名前を教えて。弁護士名簿に登録されているか確認させてもらうから。弁護士名簿？それは。あら、どうしたのかな。できないのかな。それは。あらら、バグっちゃったのかな。さっきから同じ言葉繰り返しちゃって。うるさいわね。弁護士名簿なんて知らないし、あんたが弁護士なんてことも知らないから。だいたい弁護士のくせになんでこんなアパートに住んでるのよ。金持ちのはずでしょ。事務所からとっても近いからここに住んでるんですよ。それに私は倹約家なので、必要以上に高い家賃の家に住まないようにしてるんですよ。だって弁護士ってとっても忙しいから、家に帰ってもお風呂に入って寝るだけって生活なんですよ。高級なマンションに住んでも意味ないじゃないですか。なんなのよ。こんなはずじゃなかったのに。帰るわよ。こんなやつ相手にするんじゃなかった。ちょいちょい、そんなに家路を急ぎなさんな。うるさい。あんたなんか相手にしても時間の無駄なのよ。でも相手にしてもらわないと困るかも。は？虚偽罪とかなんとかかんとかございますからね。めんどくさいからもういいっての。弁護士だって分かってたら最初から近づかなかったのに。あらあら、この人ちょっとばかし。いや、だいぶ勘違いしちゃってるわね。まあ私が訴えられないってことは最初から分かってましたからね。それよりも、私も南さんに会わせたい人がいるんだ。ああ、そのエセ弁護士さんにもね。俺にも。先輩、出てきてください。ね、じゃんじゃーん、俺が本物の久保なのだ。先輩弁護士の久保さん登場です。え、本物。いやー、南さんとまたここで会えるなんて思ってもいませんでしたね。確か隣人が息子にカレーを分けてやると嘘をついたため、夕食の準備が遅くなったことを訴えたいって相談だったかな。あの時渡した名刺をこんな風に悪用してるんですね。それは。久保さんは自称弁護士の男から自分の名刺とバッジを取り上げたのです。まあ、よくも巧妙に作ったものだね。弁護士の資格もないのに弁護士だと名乗ることが罪になるのはご存知ですか？それは、私には関係ない。この男が弁護士だって言ったのよ。おやおや、責任転嫁しちゃうのかな。お前が弁護士のふりしてって申しかけたんだろ。食い物分けてもらって腹痛めたふりして慰謝料を取る計画はお前が立てたんだろ。おっと、やっぱりあの時根負けしてカレーを分けてたら、親切をあだで返すつもりだったのね。はあ、人のせいにしないでよ。だいたい弁護士バッジを作る暇あるなら法律くらいちゃんと覚えなさいよ。あっさりバレちゃうなんてみっともな。なんだと。だいたいお前がカレー分けてもらえなかったからいけないんだろ。もらえないからって勝手に上がり込んだり鍋投げつけるなんて、お前の方が法律知らねえじゃないか。騙すつもりならお前の方こそ法律くらい覚えたら。反対に訴えられてもしえらね。だって俺弁護士じゃないから。なんなのよあなたって人は。あらあら、仲間割れしちゃった。二人は互いのミスをなすりつけて言い合いを始めちゃいました。もう少し見ていたかったけど、あまりにもくだらないからそろそろ仕上げといきますか。ひしし、二人とも落ち着きなさいな。どっちが悪いとか言い合ってもキリがないでしょ。だってどっちも悪いんだから。えいで、俺はこいつに頼まれてたんだ。あらあら、それはかわいそう。でもね、まともな人間なら弁護士のふりなんて断るの。断るどころかバッジを作ってめちゃくちゃ張り切ってんじゃん。わざわざ弁護士事務所で名刺をもらって偽るなんて用意周到で悪質すぎる。合コンの場で俺は弁護士ですって嘘ついたのとはわけが違うのよ。その上、私に200万円を要求したんだから、詐欺罪も適用されてあなたの罪は重くなるわね。俺の名前を悪用した名誉毀損や業務妨害も適用されるな。いや、ごめんなさい。へへん、かわいそう。おばあさん、ヘラヘラ笑ってるけど、あんたには詐欺罪と不法侵入、それに傷害罪が適用されます。ちなみにお二人とも弁護士ではなく警察のお世話になるので、そのつもりで。
警察。あら、仲良くハモれるじゃないの。これなら仲良くパトカーに乗れるわね。いやよ、警察のお世話になるのはもうごめんよ。もうってお世話になったことあるんかい。俺もあそこには戻りたくない。こっちもかい。逃げるわよ。ああ。二人が慌ててドアを開けるの、私と久保さんは黙って見届けました。止めなくてもいいのかって。大丈夫大丈夫。ガチャッと開けた瞬間、警察が数人立っていたのです。久保さんが隠れてる時に通報してくれていたの。おまわりさん、その人たちが詐欺師です、連れてってください。二人は仲良く連行されていきました。警察の調べによると、二人は恋人関係みたいね。行く先々で食べ物くれくれしてお腹を壊したとか嘘をついて慰謝料を奪っていたようで、たくさんの余罪が出てきました。本物の弁護士の名刺を受け取って悪用してたみたいだから、かなり罪は重くなりそうね。二人ともしばらくは檻の中で過ごすことになっちゃいました。息子さんは元旦那さんに引き取られたんだってさ。元旦那さんは親権を望んでいたらしく、息子さんが戻ってきたことに泣いて喜んでいたので安心しました。とりあえず一件落着ってとこかな。私たちは相変わらず忙しい毎日を送りながらも、丸山弁護士事務所は正義の味方をモットーに頑張っています。さあみんな、パニコお手製のカレーだよ。弁護士事務所はピリピリした空気になりがちだから、私は月に一度こうやってピリピリしたカレーで和ませています。はい、久保さんは納豆トッピングが必須だったよね。おー、サンキュー。やっぱりカレーには納豆だよな。うーへー、俺は無理だな。そういう古川さんは生卵トッピングだよね。な、サンキュー。そっちこそ、カレーの味がマイルドになっちゃうじゃないか。まあまあ、好みは人それぞれですから。私はこれ、プリン。プリン。やだな。トッピングじゃなくて食後のデザートだよ。みんなの分もありますからね。おいしいものはみんなを笑顔にしてくれます。みんなはどんなカレーのトッピングが好き？カレーを食べて笑顔になろう。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。